忙しくなっちゃうけど頑張ってね、プロジェクトリーダー。お疲れ様です。今日は上町の小学校まで出てきたので、ここで無理をして商品組合の仕事がおろそかになったら本日本当ですよ。給料もらってるんですから。今永浦さんができること、やるべきことはありますか。帰って休むことです。お疲れ様でした。50歳をね、今年はやろうと思って。ほう。カズレザーも私も年取ったし、4年前にやったのがもう最後でいいかなって思ってたんだけど、あの木を金ですよ。300年の木だか。そう。だからその前にね、次の世代の木を残しておきたいと思って、モネにも見せてあげたいし。こっちに戻られるんです。